お電話ありがとうございます。小林会計事務所、丸山でございます。お世話になっております。私、はい、安心経営の山田と申します。はい、恐れ入ります。お客様、お電話が少々遠いようでして、もう一度会社名からお願いできますでしょうか。はい、申し訳ございません。私、安心経営の山田と申します。それ言います。安心経営の、お名前、漢字はどのような字を書きますでしょうか。山川海の山に、はい、田んぼの田の田で山田と申します。はい、安心経営の山田様ですね。いつもお世話になっております。はい、お世話になっております。営業部のウニさんだったかな。営業部のウニさん、お願いします。はい、当社の担当が営業部の、恐れ入ります、もう一度お聞かせいただけますか。ウニさん、当社営業部のウニでございますね、はい、承知いたしました。確認いたします。少々お待ちくださいませ。お電話ありがとうございます。小林会計事務所、丸山でございます。お世話になっております。私、キャッシュバックワクワクキャンペーン株式会社の小林と申します。はい、キャッシュバックワクワクキャンペーン株式会社の小林様でいらっしゃいますね、はい、いつもお世話になっております。営業部の鈴木さん、いらっしゃいますか。はい、営業部の鈴木でございますね。確認いたします。少々お待ちくださいませ。小林様、大変お待たせいたしました。あいにく鈴木が外出しておりまして、本日午後3時ごろお戻りの予定となっております。そうしましたら、鈴木さんに、伝言お願いできますか。はい、伝言ですね、はい、承ります。はい、ゴールデンウィークと母の日セールが近々スタートするものですから、はい、それに向けて、鈴木さんがこの間おっしゃっていた商品を5000個搬入していただきたいということをお伝えいただけたらいいかなと思っておりますが。はい、念のため復唱いたします、はい、ゴールデンウィークと母の日がスタートするにあたって、当社から、失礼いたしました、弊社から御社へ商品5000個ですね、搬入ということでお間違いないでしょうか。ちょっと違うんですけど、はい、まあそうですね、ゴールデンウィークと母の日セールが、あるので、そこに向けてということです。はい、大変失礼いたしました。ゴールデンウィークおよび母の日セールに向けて、商品が5000個ということでお間違いないでしょうか。はい、そうですね、はい、お願いします。はい、かしこまりました。ただいま電話に出ることができません。ご用の方はピーッという発信音の後にメッセージを入れてください。いつもお世話になっております。私、小林会計事務所の丸山と申します。加藤商事の社長、加藤様の携帯でお間違いないでしょうか。またこちらからお時間改めてご連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。ただいま電話に出ることができません。ご用の方はピーッという発信音の後にメッセージを入れてください。
いつもお世話になっております。私、小林会計事務所の丸山と申します。加藤昌司社長、加藤様の携帯でしょうか。いつもお世話になっております。お忙しいところ恐れ入ります。決算仕分けで棚卸額を計上したいので金額を教えていただきたくご連絡いたしました。代表手数ですが、こちらの、今かけている番号に、折り返しご連絡いただければと思います。夕方5時まで私おりますのでご連絡いただければ幸いです。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。失礼いたします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。お一つずつ返信はできていないのですが、すべて目を通しております。またコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。合わせて当社はビジネスマナーのセミナーを行っておりますので、お気軽にお問い合わせご連絡ください。連絡先等は概要欄に載せておきますのでご確認ください。よろしくお願いします。